ャチャンネル。エクステリア、好き嫌いは分かれるようですが、私的には良いと思います。各反射と TRD モデリスタで用意されたエアロは、純正プラスアルファの様々なスタイリングが用意されており、それぞれ魅力的に思います。インテリア、アームレスト、ダッシュボードの樹脂部分、大変安っぽい内装です。 G になるとまた違うのかもしれませんが、 S は商用車並みか、それよりはやや上といった感じです。 CHR は欧州版の内装公開当初高評価でしたが、いざ実物を見たらさほどではなく残念です。あとグローブボックスの開け方がプッシュ式になっているのですが、初見の人では大変開けづらいと思います。 G の方が S グレードよりはるかに良い内装です。センターコンソールがピアノブラック調に変わるだけでかなり違います。アームレスト、ダッシュボード上のゴム紐も S とは大違い。ドアのプラスチック部分もプラスチックには変わりませんが、 G の方が高級感あって良いと感じました。リアのドア部分は少し残念。シートの良さも考えたら、レザーシートが好きな方でなければ G がベストな選択だと思います。星2つから4つに変更。エンジン性能、 ST ターボ、当初想像していたよりは良かったです。以前乗ったオーリス 1.2T より重たくなっているので、発進からたるいんだろうなぁと思っていたので、これは意外でした。出だし数百メートルノーマルで10キロほど試乗して、ほぼ全域スポーツモードでの走行でしたが、上り坂力も悪くなく、噂されている 1.5 リッターターボ先行試乗会で開発者が言ったとか言わないとかが本当に出るのなら、大いに期待ができると思います。高速道走行で80から100キロ前後で走るとどうなのかは気になるところであります。 S ハイブリッド、エンジン始動時は静かですが、試乗の際は充電がなかったのか、以前乗ったベゼルハイブリッドと比べたら、停車時に何度も EV からエンジンに切り替わり、ベゼルハイブリッドの方が停車時や始動時、 EV 時の静粛性は高かったように思います。ただ総合的な走行性能は CHR の方が良かったと思います。走行性能、 ST ターボ、エンジン性能同様、あくまでも一般道のみの感想ですが、一般道だけならハイブリッドと比べても大きく劣ることはなく、軽快にコーナーも曲がれて良い車であると感じました。 S ハイブリッド、坂道では結構モーターが働きます。登るのに力不足は感じませんが、充電が切れた時はどうなるのか少し不安になりました。乗り心地、先に試乗したハイブリッドと比べると車高が上がっているせいなのか、ハイブリッドと比べたら段差や荒れた路面の突き上げが緩く感じられました。ターボエンジンですが、回してもうるさくもなく、フラットな乗り心地でした。ハイブリッドは荒れた路面だと結構衝撃が伝わってきます。追記、 G の18インチ純正シートは S の17インチと比べると断然乗り心地がいいです。17インチで感じられた荒れた路面に乗った際の突き上げがかなり減少します。乗り心地は大変いいです。168センチの胴長男性ですが、全席の位置がドライビングポジションであれば、窓が少し狭いこと以外は問題なく思います。燃費、試乗コースで街乗り10キロほど、信号待ちも多く、長めの坂も少し回して登りましたが、試乗を終えた際の燃費計表示はリッター 12.4 高焦 15.4 だったと思います。ちなみにほぼ全域スポーツモードでの走行です。ハイブリッドは見てなかったので分かりません。追記、ハイブリッド G で街中から坂道を上り下りし10キロほど走って、燃費計表示リッター 16.0 キロでした。ハイブリッドにしてはという意味で星4つを2つに減らしました。価格、 S の方は安い分
内装などを見ると価格なりなのかなと思います。やや高めと感じないでもないです。総評、 CX-3 と比べたら CX-3 の方が燃費や乗り心地、パワーシートや積載量、内装と様々な面で CHR にわずかに勝っていると思います。ベゼルのガソリン車は乗ったことがないので分かりませんが、ベゼルハイブリッドよりも走行性能は CHR のターボの方がフラットな感じと総合的な静粛性と乗り心地、長距離走行した際の疲労感で断然勝っていると思います。私はベゼルハイブリッドの S2000 より硬い純正シートとハイブリッドの切り替わり、うるさいだけのスポーツモードが性に合いませんでした。 CHR のターボは当初思っていたよりも内装以外は非常に良い車だと感じました。しかし後々乗り換えで降りる時とかを考えたらハイブリッドの方がいいのかもしれません。 G に乗った感想として、乗り心地や内装、トータル的に判断して S グレードより G、GT こそがベストな選択だと思います。